エッパリクシーは、アメリカ合衆国バージニア州、カルペパー町出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。ニックネームは名前に引っ掛けた、イエフタ。通算266勝を挙げ、ウォーレン・スパーンが破るまで、サワン投手の通算勝利数ナショナルリーグ記録を持っていた。バージニア大学を卒業後、1912年にフィリーズに入団。 23試合に登板して10勝10敗、防御率2.50の成績を上げ、先発投手として定着する。フィリーズでは1915年にワールドシリーズに出場、翌1916年には22勝を挙げ、ピート・アレクサンダー、ルーブ・マーカードに次ぐ防御率1.85を記録した。1918年は第一次世界大戦のため従軍し、丸一年野球をしなかった。 復帰後2年ほどは負けが混んでしまい、1920年オフにフィリーズからレッツに移籍。レッツ移籍後シーはかつての勢いを取り戻し、1922年には25勝13敗で最多勝利投手となり、復活を果たす。1930年以降は衰えを隠せなくなったが、レッツには42歳まで在籍し、その間20勝以上を3度記録している。 1933年に現役を引退。通算266勝は、当時サワン投手の勝利数のナショナルリーグ記録だった。1959年に、レッツ球団の電動入り選手となり、1963年には、ベテランズ委員会により、アメリカ野球電動入り選手に選出された。1963年シ、新シティにて死去。ありがとうございます。